痛ましい話ですぞ。魂、クロードは神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道をたどる。
荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。この巻物、何を書いたものだったか。闇ガラス。真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。助かった。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。大木のような鬼がクロードの行く手に立ちはだかっていた。近くに落ちろ。我がたちを八幡の怒り。Thank you.
最後の鬼が倒れた時、不意に綴の鍵が開いた。でかした。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。
さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。どの伝説をお聞きになりますかな？